嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いたんですか。謝像って嘘つくのやめてもらっていいですか。それは明らかじゃなくてあなたの感想ですよね。なんかそういうデータあるんですか。ああ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題だと思います、あ、これちゃんと設定しないから後になるな。すいません、やめます。で、安倍真宮下、僕は平井大臣に期待を持ってたんですが、ひろゆきさんどういう印象を受けましたか。アベマの話で僕が一番価値があるなと思ってた部分が、あんまり使われてないんですよね。なんか、アベマプライムっていうところで、ニュース番組に出てるんですけど、で、なんか、喋った話とかが、記事になったりとか、なんか、切り取られて動画になったりっていうので、平井大臣がデジタル庁の話で言った中で、一番重要なのって、各省庁がデジタル関連の調達をするときに、デジタル庁にお伺いを立てなければならないって言った部分なんですよ。あそこが一番重要だと僕は思ったんですけど、あとは与太話なんですよ。要はこれってこう思うとか、こうした方がいいよねとかって、政治家に聞いてもそれは感想でしかなくて、やりますとかでもないんですよ。まあ、やりますだったら、どんな政治家も日本を良くしますとか言わないじゃないですか。でも、要は菅さんがどういう法律を作ってそこを変えていくかっていうので、要は IT 大臣っていうのが昔からあったけど、何にもしなかったじゃないですか。で、要は IT 大臣みたいなものを作っても世の中は変わらないよねっていうのはもう菅さんもみんなわかってますと。なので、じゃあ IT に関してっていうので、省庁の判断っていうのをどうやって統一させるかっていうと、デジタル庁がうんって言わない限り、デジタル関連の支出ができないっていうのにしちゃうと、要は、じゃあデジタル庁にみんなお伺いを立てるようになるわけじゃないですか。例えば今、政府の予算って財務省っていうところが握ってて、で、各省庁っていうのは財務省にお伺いを立てるんですよ。うちこういうことやりたいんで、こういう予算をくださいと。で、財務省の、長官とかじゃなくて、財務省の主計局っていうところのお偉いさんたちが、じゃあお前のところの省庁いくらなみたいな感じで、要は省庁の予算を決めるのが、実は財務省の職員なんですよ。っていう感じで、実は予算、じゃあ係員を怒らせたら、その省庁の予算が何百億円とか削られる可能性があるんですよ。っていう感じで、じゃあ、なんで財務省が偉いかっていうと、予算権限持ってるからで、じゃあ、デジタルとか IT に関しての投資っていうのの権限をデジタル庁に持たせちゃえば、みんなデジタル庁の方を向いて仕事せざるを得なくなるじゃんっていう構造を考えたっていうのは結構賢いと思うんですよ。で、そのためにじゃあ立法化するっていうのまでもう考えてるわけで、なんでそういう道筋まで考えた上のデジタル庁なので、今のニュース以外で見たことないんですよ。いや、デジタル庁できるよねとか、デジタル庁っていうのが、なんか平井さんがなったみたいな話で、なんか菅さんがデジタルって言ってるとか、枝野さんがデジタルなんてやってもしょうがないみたいなこと言ってるっていうニュースはあるんですけど、本当に大事な話をアベマプライムで言ってくれたのに、その話なぜみんな広げないのっていう。で、その話はみんな興味ないのっていうのが、僕はすごく気になりました。はい。なので、そういう意味ではちゃんと何をすると、要は、まあ、官公庁っていうのは、各省庁っていうのが自分たちで自分たちの権限を持ってやりたいことをやるっていうところで、どうやってそこを崩していくかっていうのが、菅さんが、何か災害があった時に、ダムの放水をするかどうかっていうので、まあ、ダムが、場所によっては国土交通省が持ってたりとか、場所によってはじゃあ別の省庁が持ってるみたいなので、統一した動きができないと。なんだけど、災害があった時はもう国土交通省っていうところが完全にコントロールするよっていうのを菅さんが作ったんですよ。っていう感じで、各省庁が、縦割りで動かせない時に、どうやったらそこを、じゃあ、このダムに関しては国土交通省が握るぜっていうのをやるっていうのは、割と菅さんが実力があってやったので、じゃあデジタルに関しても、じゃあ IT って、要は各省庁の人たちって、じゃあ文科省だったら教育には詳しいけど、別に IT には詳しくないんですよ。なので、IT は IT で IT に詳しい人にきちんと判断させるために、そこにじゃあデジタル庁に権限を握らせるっていうのはどうすれば握ることができるか。じゃあそのための法制度って、で、そのためにじゃあデジタル庁っていうところを作って、じゃあそういうめんどくせえ話で嫌われ役っていうのをやるんだったら誰にやらせた方がいいなっていうところで、まあ平井さんに任せるっていうのと、あと行革大臣河野太郎っていうのが、河野さん空気読めないんですよね。要は河野さんって、まあ、二世、河野洋平さんの息子さんで、で、その、自分がやりたいこと、言いたいことを好きに言います、やりますっていうので、その、安倍首相の下で、外務になって、防衛大臣か。防衛大臣になったんですけど、イージス・アショアを蹴ったんですよね。その安倍さんってそのトランプさんの言われたことを必ず従うっていう人で、で、イージス・アショアっていうのをそのトランプさん買えって言われて、その安倍さんが、わかりました、買いますって言って、その山口と秋田にイージス・アショアっていうのを置いて、で、そのイージス・アショアがレーダー探知機能ありませんと。で、じゃあ何かミサイルかって時に撃ったら、そのミサイルの破片は秋田とか山口に落ちて日本人死にますと。で、最初の段階でそれ分かってたんですよ。でももう買うって言っちゃったからみんな滑ってたんだけど、河野さん空気読めないから、これレーダーないんだから買ってもしょうがないじゃん。で、修正するのに5000億円とか言われて、じゃあいらねえっつって蹴ったんですよ。で、あそこら辺から、その、安倍さんの言ったことを蹴っていいんだっていう空気になったんだと思うんですよね。で、結局、それでじゃあ、その、正しいことをやるんだったら、俺は正しい道を取るぜっていうタイプの人なので、その、立場っていうのより、河野太郎がやるじゃないですか。で、メールボックスパンクしたからやめます、みたいな。ああいうその、スタンドプレイをやるんですけど、スタンドプレイだからできるんですよ。要は、その、これやったらどうなるだろうとか、いろんな人の考えるから調整をしようっていう人は、その、要は、省庁の縦割り崩せないんですよ。だって、要は周りの人の意見を聞いたら、省庁一つ一つにとってはちゃんと意見があって、で、その通りやってきたのが今までだから、まあ、しょうがないよね。あるがまま受け入れるしかないよねってなりがちなんですけど、そこでその、河野さんは、思ったことやっていますとか、これいらないからいらないって言っちゃいます。だって俺大臣だもん、みたいなことやるんで、割とうまくいく可能性があるなっていうところで。なので、ひょっとしたら菅さんは結構いい結果を出すのかもしれないなと思って見てます。ガースが2回目の給付金を検討中らしいのですが、実現すると思いますか？思いません。サキという麻雀の漫画で長期的自己実現で福楽は得られない、幸せは切なの中にあるという聖書があります。リュキさんの価値観とマッチしていると思いますが、どう思われますか？そうなの？僕別に長期的にだらだら楽しく暮らしてるタイプなので違うんじゃないかなと思いますけども。赤の他人はもちろんどうなってもいいのですが、彼女が何度も同じ過ちを繰り返していて、何度も同じ話をしていて治りません。このままだと巻き込まれてしまいそうで怖いです。バカは治られるんでしょうか？この彼女といる自分もバカだということは分かっています。ひろきさんならどうしますか？諦めます。まあ結局その、バカであることが治る場合と治らない場合があって、治らない人はいますと。なので、それでも一緒にいたいと思うかどうかっていう、その、彼女がバカなのかどうかというより、その彼女と一緒にいたいと思うかどうかっていうところで判断すればいいんじゃないでしょうか。最近 SDGs という言葉をよく耳にするんですが、ひろゆきさんは SDGs かっこ持続可能な開発目標をどのように感じてますか？すごく客観的な意見があれば聞きたいです。まあ、新しくなんか金儲けるためにこう立ち上げてみんながワーワー言ってるだけで、実質的にはあんまり何も変わんないんだろうなと思ってます。その、なんか持続可能って言って、じゃあ、なんかグリーンエナジーとかクリーンとかっていうので、なんとなくふわふわしていいことのように見せて、で、まあお金引っ張るだったりとか、新しい投資を得るっていう形で、ただ本当にそれって社会とか、その地球のためにいいのっていうと、まあ、多分正解なんで、じゃあその人間を減らさないで、じゃあそのクリーンにするのどうするのっていうのと、じゃあその時代を逆行させましょう。みんなが不幸になりましょう。で、そうすると、まあ人がバタバタと死ぬんですよ。で、人がバタバタと死ぬと、結果としてその地球のリソースは守られるようになるので、まあ、長期的に人を減らすか、短期で人を減らすかっていう、どちらかじゃないですかね。毛筆代筆業をやっています。婚礼ホテル宴会が顧客です。手書き文字が生き残る道はあると思いますか？まあ、結局、イラストと一緒で、その、発注して受ける、その、要はポスターとかっていう概念なので、毛筆それ自体が売りというより、要は、ここで毛筆で何か貼っといた方がそれっぽいよね、とかかっこいいよねっていうところで納品するっていうイラストレーターの仕事なので、それ自体がなくなるという話ではないと思います。でも外国向けにやった方が結構ウケそうな気しますけどね。ブッダのナムさん、かっこググレカスの解釈どう思いますか？あとケブラーの靴下どうなりましたか？ケブラーの靴下穴開いたんですよね。まあ、そのケブラーの繊維が切れたわけじゃなくて、多分繊維と繊維の間の穴が大きくなったってことだと思うんですけど、ググレカスとブッダのナムさんはでも違うんじゃないかな。本質を追求し続ければ周りのノズと本質を追求する人で溢れますか？溢れません。人は変わりません。福井県の3年連続幸福度ランキング1位についてどう思いますか？まあ、福井聞いたこと、僕住んだことないんですけど、とはいえ、まあ日本海で割と美味しい魚が入り、で、地元産業がそこそこしっかりしてたり、まあ、原発でお金が湧いてきたりっていうのがあるので、そういう意味で貧乏ではないっていうのは結構でかいと思うんですよね。